ビズ。ツイッターを買収したイーロン・マスク氏は10日従業員に対しこのままでは倒産の可能性があると警告したと複数のアメリカメディアが報じました収益化を急ぐ必要を強調したものとみられますまたマスク氏は広告主の撤退が収益に影響を与えていて有料サービス ブルーの加入者を増やすために緊急に動かなければならないと述べたということです。